はい、えー、それでは定刻となりましたのでこれよりウェビナー地域のエネルギー事実を支える支援組織エネルギー研究所はア,アールベルクを始めさせていただきます。えー、皆さんこんばんは。本日はお忙しいところ290名を上回る多くの方にお時間をいただき誠にありがとうございます。今回のウェビナーは NPO 法人気候ネットワークと SJS スイス日本サスティナビリティ交流会の共催でお送りします。えまずはじめにえ、講演の JIA 日本建築家協会様、ドットネクストプロジェクト様をはじめ、今回の情報拡散にご協力いただきました多くの方々にお礼申し上げます。ありがとうございます。当ウェビナーの進行を務めさせていただきますのは SJS の岡田ですえ。最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いします。 はい、えー、それでは本日のタイムスケジュールについてご案内します。えー、この後、ね、今回の講演の企画者である SJS 運営委員の長田尾よりご挨拶並びに講演のガイダンスをさせていただきます、えー。その後、オーストリア、スイスへとつなぎまして、ヨゼフ・ブルチャーさんによる講演を行います。えー、講演は約1時間を予定しており、 その後、気候ネットワーク、平岡さんの進行による質疑応答とウェビナーの総括をいただく時間を設けております。え質問が終わりの方は、ウェビナー中に、ズームの Q&A 書き込んでください。え今回は、多くの質問が寄せられることが予想されますので、なるべく早めにウェビナー中に書き込みをお願いします。え質疑応答が終了後、次回のお知らせなどを行い、終了とさせていただきます。 え皆様にはウェビナー終了時に配信されるアンケートへのご協力もお願いしますはい、それでは講演に先立ちまして SJS の長戸井より皆様へご挨拶並びに講演のガイダンスをさせていただきます長戸井は今回のウェビナーの企画者で建築家や施主の間をつなぐエネルギーアドバイザーとして岩手県を拠点に活動中です それでは、えー、長戸井さんお願いします。こんにちは SJS 運営員の長戸井です。岩手県在住でエネルギーアドバイザーとして18年活動してきました。今回はエネルギー研究所というテーマを選びました。建物の新築、既存改修でのエネルギーに関するさまざまな疑問を中立の立場で答えてくれる身近な相談窓口、エネルギーエージェンシーが岩手に欲しい。 さらに、日本各地に欲しいという願いからです。欧州視察を通じてエネルギーアドバイザーという存在を知り、その先にあるエネルギー研究所の存在を知りました。人口40万人のオアールウェルク州で50人の組織が建物分野だけでなく、州や自治体の政策、そして企業を対象としたアドバイスや同伴、さらにモビリティ、交通分野、 エネルギー政策を実行するために活動している、これも驚きでした。中立のアドバイスをするためにルールを決めて実行していること、社会実装するためのマーケティング活動も緻密に熱意を持って展開していること、驚きでした。岩手にも相談窓口を作りたい、そんな思いでエネルギー研究所ホワルベルクを6度お申しました。岩手でも仲間と 仕事の進め方の重要性を認識し、エネルギーアドバイスが実践できるか、試みもしてきました。住宅市場では、ドットプロジェクトやエコアースコンテストを通じて、住宅の第三者評価をしました。評価ルールの確立、A3 指導員の育成、認定住宅の公表など、組織を作り13年続けました。また、地域の模範建物、平泉ドライビングスクールや、 皮膚科ククリニックの新築にも関わりました。相談窓口が岩手にも欲しいと考えた理由は一般市民設計者施工業者専門家行政担当など誰でもエネルギーに関して相談できる中立の窓口がないこと持続可能な模範的建物がまだ少ないことの2つです実践課題としては中立のエネルギーアドバイザー育成がこれからの課題と考えています 今回のブルチャーさんのウェビナーがエネルギーエージェンシー中間施設ですね、設立のきっかけになってくれることを信じてご挨拶といたします。ありがとうございました。はい、えー、長鳥さん、ありがとうございました。えー、では、講演の方に、えー、移ってまいりましょう。えー、本日は、えー、オーストリアより地域のエネルギー自立を支える支援組織、えー、エネルギー研究所ホア・アールベルクの活動について、同研究所の所長である ヨゼフ・ブルチャーさんにお話を伺います同研究所は1985年に中立機関としてオーストリアのフォア・アールベルク州にて設立され地域のエネルギー自立における各機関や人々を結びつけるパイプ役として大きな役割を果たしています。え本日の講演を通して私たちが日本でも地域のエネルギー自立を目指す上で生かすことのできるヒントを皆さんと一緒に探っていきたいと思います。 はい、えー、そして今回のウェビナーの案内人権通訳はフォア・アールベルクに実際に何度も訪れており SJS の代表でもある滝川は欧州のエネルギー転換、美容企業、持続可能な地域発展、えー、環境をテーマとした視察セミナーや翻訳、執筆といった発信活動を行っており著書に欧州の省エネ事情を解説した進化するエネルギービジネスなどがあります。 私たち SJS は有志による運営を行っており運営委員のこれまでの経歴を生かした視点からエネルギー転換建築エコ美容企業緑化をテーマに欧州の第一線で続可能な社会づくりに取り組む人々の生の声を取り上げる企画やウェビナーを行っています。はいえー、それでは、えー、前置きが長くなりましたが、えー、これよりスイスオーストリアへとバトンタッチしまして本講演の方を始めさせていただきます。 Takiwa-san, Joroschko, Onegaishmaß. Herr Burtscher, Sie haben das Wort. <laughs> ja. Sie können den Bildschirm teilen, jawohl. Super, Funktioniert das. Funktioniert das? Jawohl, perfekt. Mhm. Sehr ja, gut. ja, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und ich freue mich, dass ich Ihnen das Energieinstitut

<noise> で私はです、ね、1989年以来、Energie-Kenkül-Jo vor Alberg で働いています、2011年から、えーと、研究所の、えー、所長を務めています。<noise> ich gehe mehr oder weniger morgen in Pension und ich freue mich, dass ich als letzte Aufgabe mehr oder weniger Ihnen, Ihnen、uh, ein bisschen unsere Geschichte erzählen kann. で私はあの今月末でえっと定年退職いたします。そういう意味で私の最後の課題の一つとして、皆さんに私たちの歴史についてお話しすることができることをうしく思います。うん。Ich bin Maschinenbauingenieur und wäre gerne Architekt geworden. Deshalb fühle ich mich im Energieinstitut so wohl und bin eben hier in、yeah. Pension、uh huh>、gegangen. <laughs> で、私はもともと、あの、機械工学士なんですけれども、建築家になりたかったんです。そういう意味で、あの、この研究所での仕事、をとても、あの、えっと、居心地がよく感じていまして、そして、天皇退職までとどまってしまいました。ここで、少しだけ、フォアルベルク州について、ご紹介します。<laughs> Also wir sind eine ganz kleine, ein ganz kleines Bundesland mit etwa 400.000 Einwohnern und 2.600 Quadratkilometer Größe. Der Großteil von unserer Fläche ist uh, hügelig und gebirgig und wir sind das zweitkleinste Bundesland, von Österreich und liegen ganz im Westen von Österreich mm -hmm. de, de mm -hmm. Wir sind damals reich geworden mit mit Textilindustrie die Textilindustrie ist abgewandelt und jetzt haben wir wir Technologieindustrie und sind mm -hmm. eine relativ dynamische Wirtschaftsentwicklung in der Vergangenheit. もともとこの地域は繊維産業で非常に豊かになったんですけれども、まあ、それはあの国外に出ていきまして、現在ではまあ技術産業が非常に盛んになっています。えそういったあのダイナミックな経済的な発展がありました。Im h i n t グ r g r sehen Sie die Stadt Dornbirn: Vorarlberg は、はは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  でこの写真の裏側にあの背景にある写真はですね、ドロンビルンシになるんですけれども、まあ、ですので都市部とそれからえ農村部が混じったですねえ、その間にあるような地域になります <music>、er。で、どうして私たちが設立されたのか、その背景には70年代のオイル価格のショックがあります。 Und gleichzeitig gab es bei den Wahlen uh, 1984 einen großen Erfolg der Grünen-Partei mit 13% Stimmenanteil. Gleichzeitig der Wahlkampf im 1984 der mit dem Wahlkampf der Grünen-Partei gegründet 13% von den

でこの NPO 協会であるっていうですね、あの、えっと利点んは、eh, 誰にもしょどくしていなくてですね、eh, メンバーが、eh, やるべきと言ったことをやるっていうような、eh, ことになって、eh, 形態であることです。う、mm、ん。Hmm. Um, Dass wir so geworden sind, wie wir eben sind, hat bestimmte Voraussetzungen gehabt. Wir sind, die Vorarlberger sind, eine sparsame und engagierte Bevölkerung. Wir sind eine Wir sind sozusagen ein Land, der. Der Hausbauer und Selbstbauer mit einer hohen Baukultur. Energie uh -huh ist immer ein Thema und deshalb haben wir große Unterstützung der Printmedien und auch des Fernsehmediums immer bekommen, ob Sommer oder Winter. Uh -huh. えで、まあエネルギーというテーマは常に社会的なテーマでして、そのこともあって、プリントメディアからも、えっ、ー、と、えー、テレビからもですね、夏であろうと冬であろうと常にあの、えーえー、大きなサポートを得てきました。うん。うん。う <noise> ん<声>。うん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 。 うん、でそれからですね、特にあの水力利用というのは、まあ、山岳地帯ということもありまして、100年前からですね、かなりに身近な日常的な存在でした。うんうん、でそしてですね、あの全ての政党に。 エネルギーという Thema について、オーキナー・イシガー・リマス、デスノー・ケッカ・ニセンナナネンに、シュギ・カイガー、エネルギー・ジリツオ、スルトヨコトケツギシマシタン Und Energieautonom heißt: bis zum Jahr 2050 soll <noise> so <る> <noise> viel Energie in Vorarlberg produziert werden, wie verbraucht wird in der Bilanz? <noise> で、えー、エネルギー自立というのはどういったことかと言いますと、2050年までにフォーアルベルクの州内で、えー、使うのと同じ量のエネルギーを州内でえっ、ー、とまあこれは収支で何なりなりなりますけれども作るという意味になります。うん、1つの利点のはい。フォアールベルクは非常に小さいので、私たちは十分にネットワークが整っていて、誰もが誰も知っている。<music>

Mm hmm. でじゃあ何から1985年始めたんでしょうか初めにですね、住宅を建設しようと思っているセシュ対する、えーとえー、公園、それからエネルギーアドバイスから始めました。うん。 Okay. でえー、同時にですねあの、ドルンビルンのメッセというのがありまして、これがあの背後の写真になりますけれども、そこに大きなブースを設けました。えー、このメッセには、えー、フォーアルベルクの人口の4分の1がおお訪問するようなものでした。Dann gab es eben Vorträge zur Sonnenenergienutzung、Vorträge zur Gebäudesanierung und natürlich auch über die Energiepolitik.

でですからあの例えばこの写真ではですね、えー、メディアの、えー、と代表者、それから、さまざまな政党のエネルギー関連の、えー、と担当者、それから、えーま、政治のエネルギー大臣などがですね、えーとえー、住民に対して、情報を提供しています。Dann haben wir begonnen, Ausbildungsprogramme für EnergieberaterInnen zu machen, damit wir Menschen haben, die das können, und auch Ausbildung für die Architekten. うん、でそれからですね、ねうん、えー、と、まあ、教育プログラムというものを展開していきました。えー、まはじめにエネルギー・アドバイザーの、えーとえー、教育プログラムです。えー、これは、えー、まあ、エストビにエネルギー・アドバイスをできる人を、まず作るための、えー、教育になります。それから、えー、と、建築家向けそれから設計者向けの教育も、行っててきました。うん。テ m Hintergrund sieht man eben die e i n l a で体験、えー、にありますのは、えーえー、ソーラー、えー、住宅の、えー、表彰、えー、1991年に行ったものになりますけれども、そこへの招待状となっています。これは設計者を表彰するためのものでした1990年、1991年、1992年、1 9ー3年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2 0年、

ですから、えーと、住民はですね、太陽温温水器をセルフビル u することを始めました。この写真があのその2つのですね、パネルを作っている人たちになります。<music> <music> ソラーケレクトンはフ ö ですね、パシブなソーラーエネルギー利用も始まった頃でした。Eh, そして、フォーアルベルク州としても、eh, 太陽熱温水ンに対して助成金を出し始めましたャジ、mm、メマシ h、hmm. e Energieinstitut hat das sogenannte Energiesparhaus erfunden? ん ?The、mm hmm. e n e r g i e k e は、まあ、いわゆる、まあ、フォーアルベルク型の省エネ住宅を発明しました。ん、mm hmm. Und dieses Energiesparhaus hat sich durch relativ geringen Energieverbrauch, den man berechnen musste, ausgezeichnet. Und zu diesen Häusern sind wir mit interessierten Personen mit vielen Bussen und in den ganz Vorarlberg gefahren. で、mm hmm. まあ、こういったあの表彰された建物に、えー、興味を持っている人たちと、まあ、バス何台もで,です、ね、視察に出かけました。 あいやオッケーでですねこの真ん中にいる方になりますけれどもえー、当時このえっ、ー、と、えー、エネルギー関係の助成金の担当大臣だったんですがえー、今あ今じゃないあのその間ですね州の大臣州の知事にもなった方ですうんまあむしフォアルベルク州ではですね、えー、年に 1>, uh, 1億、uh, 4 0 0ユ万ロ、uh, uh, のです、ね uh, 助成金を、uh, 建物の改修と、uh, 新築に対して助成を行っています。 うんえー、それからですねあの自治体、えー、それから自治体地域で、えー、エネルギーアドバイス相談時間というものを導入されました。これは自治体が支払うことによって、住民は無料でアドバイスを受けることができました。うん、<laughs> まだ Email がない時代のことです <laughs>。

でも、こ,た、eh, し eh, たこれがテーマのケーソー・ココナイ、コシュー・カイオ、エジシステ、マタコノ・タテモノ・ケーソー・ココナイ、コシュー・カイオ、エジシステ、マタコノ・タテモノ・ケーガー・ガイコク、スレカ・ココナイ・カラ・ケーガー・スレス・タツ・ダンガー・オト・レマスター。 Und das ist ein Beispiel von einer sogenannten Faktor 10-Sanierung. Also man sieht da die symbolisch dargestellte Energieverbrauch vor der Sanierung, die Ölfässer mm. links nicht ne? und mm. rechts davon die Ölfässermenge für Heizung und Warmwasser nach der Sanierung. Mm. ええ、左側がですね、えっと、ええ、回収前の消費量のシンボルでして、え右側が、えっと、回収後の、オイルの消費量の、えっと、シンボルでした。うん。うん、うん、うん。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 う うん、で私たちの課題はやはりどれくらいしょね節約できるのか、ということをあのコミュニケーション o n で o で e、ね、よく人々に伝えるということでした。わかりやすく伝えるということでした。うんとても重要うなのは政治からのサポートでした。Hier sehen Sie den, den zuständigen

それからですね、電子的な、えー、とサポートツールも、えー、作り始めました。うん。も、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 ね、も、も、えー、も、も、えー、も、も、も、えー、も、も、うん、も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 、 Als Beispiel eben ist, wie viel Solarenergie oder Strom kommt vom Dach, wie mhm. lege ich eine Wärmepumpe aus, mhm. wie kann man Heizanlagen vergleichen. Auto, mm hmm. eh, 例えばですね、あのソーラー、えー、設備から、まあ、どれだけの電気や熱が、えー、得られるのかとか、えー、暖房設備の、まあ、熱源の、えー、比較であるとか、えー、それから電気、えー、自動車の、えー、環境負荷の、えー、計算であるとか、ヒートポンプの、えー、設計要領であるとか、そういったことの計算ツールです。ん、mm？え、hmm. ん、mm、一番重要なプログラムを、あっ、で、 S <S> <S 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 それからですね、あの人々に、えー、との近くにですね情報を提供するために非常に重要なプログラムがこちらの自治体や都市に対するサポートのプログラムになります。 Uh, die, 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 die Vertreter der Städte, also der Bürgermeister vom Dorf oder von der Stadt, kennt jeder und der Zugang über, die Bürg, über den Bürgermeister ist an die Bevölkerung ist sehr gut und sehr groß. Das, was der Bürgermeister sagt, das glaubt man auch. ですから、村長が言うことはみんな信じるわけです。うん uh, <c oughs> ein, ein ですから、えっと、自治体をですね、えっと、表彰するプログラムというものを、えっと、1998年にスタートしました。

Uh, wir haben 96 Gemeinden, die sind natürlich mm. ganz, ganz klein, die einen. Mm. Die, mm. die größte Stadt hat 50.000 mm. Einwohner. Mm. Mm. De, eh, ma, und, und 51 dieser 96 mm. Gemeinden sind mm. bei diesem Programm dabei. Mm. Oder 84 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung. Mm. この96ある基礎自治体のうちの51がですね、えー、この E5 と言われる自治体向けのプログラムに参加していまして、えーえー、住民数におきますと、住民の84%がそのような E5 自治体に住んでいます。うん。Uh, heute, 25うんで。うん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 。 Und alle drei Jahre müssen sich diese Gemeinde mhm. sozusagen äh, mhm. zertifizieren, was sie getan haben mhm. und bekommen Punkte, beziehungsweise mhm. ähnlich wie bei einem Hotel, mhm. bekommen sie E's. Ein Hotel mhm. bekommt Sterne, nicht? Äh, mhm. äh, ein, zwei, drei Sterne und so werden auch mhm. die Gemeinden ausgezeichnet. Mhm. うん、でこの、えー、E5 のプログラムでは、3年前に再認証が行われます。えー、で、この、えー、と再認証の際に、その間、何を行ったのかということを自治体はですね、えーと、証明しなければいけないんですけども、それに応じてポイント、えー、ここでは E っていう、E の数になるんですけど、得られます。ホテルではそれが星の数になって1、1つ星、2つ星、3つ星という感じになるんですが、ここでは E の数で、えー、表彰されます。うん Und interessant ist, da gibt es auch einen Wettbewerb zwischen der einen Gemeinde und der anderen. Man schaut, hm. wie viel hm. E's hat die eine und dann bemühen hm. sich, äh, die mit weniger E's mehr zu bekommen. Der, der Wettbewerb hm. ist total interessant hm. und, und natürlich hm. auch wichtig. <music> でこのようにですね、なプログラムの中では、自治体の間に競争が生まれます。隣の、まあ、あるいは、気になる自治体のい、e、いの数をですね、に追いつくべくですね、自分の自治体も頑張るという感じで、いいの数を増やしていこうという競争が生まれるというのはとても大事なことです。うんん n d in s u m んんんんんん ですの、ねえっと、そのようなあのプログラムのさんに,、えー、に参加している人たちが各自治体にいて、その人たちの数を集めると500人にはなると思います。でこの500人のグループがです、ね、各自治体で、省エネルギーや環境といったテーマのです、ね、実施を支えています。うん Es ist schwierig, neue Zielgruppen zu erschließen. Die, die, die Engagierten sind, sind, sind dabei, aber schwieriger wird es, andere Zielgruppen zu, äh, zu erschließen. <fhr> 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 Vor zwölf Jahren haben wir eben ein Programm gestartet, ein Mitmachprogramm, auf Vorarlbergerisch probiere mal oder versuche es einmal, dass man einfach bestimmte Gewohnheiten anders macht, besser macht und, und so haben wir zum Thema Mobilität und Ernährung. Mm hmm. mm hmm. えー、ですからあの、そういった関係で、まあ、時12年前からですね参加型プログラムというものもにも呼びかけを行っています。フォアルベルク語でプロビアアモールというんですけれども、一度は試しあれという意味なんですが、えー、そういったあの、えー、っとキャンペーンによって、特にあの交通移動、それから食、えー、に関する、えーままあ、習慣ですね、これをより良いものにですねしていこうというようなおた、お試しくださいというようなキャンペーンです。

wir sind auch der Meinung, dass die Betriebe, die uh, energiesparende Maßnahmen umsetzen, uh, mm -hmm. informiert sein müssen, was mm -hmm. gut ist. Mm -hmm. uh ,えー,えー mm -hmm. Die Bevölkerung glaubt ihnen teilweise mehr als wie dem Energieberater, wenn, wenn der mm -hmm. Handwerker sagt, das geht nicht. Yeah. Dann yeah, yeah. glaubt sie eher als wie yeah, yeah. uh, dem Energieberater. dem Energieberater. Deshalb haben wir uh, heute 80 Betriebe eine Vereinbarung, uh, wo wir, wo wir eben, uh, sie weiterbilden.

<laughs> でえーとまあ、この10年ぐらいからですね、えー、定年退職した方々だけではなくて、若い人たちに、日本の情報発信を行っています。これ、えー、も彼らが将来のエネルギー消費者だからです。<laughs> えー、ですので私たちは幼稚園、小学校、中高等学校向けのプログラムを提供しています。この一年は4000人、4と若者の数は四千人、になってい4000人、住民の一パーセントに相当します。うん。 Und für die Betriebe haben wir mhm. zwei Angebote. Mhm. Ein, ein Angebot ist das Mo ein Mobilitätsprogramm mhm. Fuhrbankmanagement und das andere mhm. ist 企業対象とした、えー、サービスとしましては2つありまして、一つは、えー、モビリティに関するプログラムでして、業務用の車両のマネジメント、えー、を行うものでなります。二つ目は、えー、とエネルギーアドバイスになりまして、まあ、これはそれぞれの企業用のさまざまなテーマで行います。うん。うん Uh, mm -hmm. bieten wir bestimmte Leistungen an. Mm -hmm. eh eh mm -hmm. uh, zum Beispiel eben eine Qualitätssicherung für die Förderungen, die sie ausschütten. Mm -hmm. yeah mm -hmm. also, wir gehen da hinaus zu denjenigen, der die Förderung bekommen hat, und schauen, mm -hmm. ob, ob sie die Anforderungen mm -hmm. äh, entsprochen mm -hmm. haben. いやいやえつまりですね、女性を,金を受けたえ人のところに行って、えちゃんとあのその前提が満たされているのかということをチェックします。んそれからエネルギー・ディのプロセスのコーディネートも行ってますし。ん<嗯>

で、mm hmm. uh, それからですね、まぁ、あ、ひとに応じて、えさまざまな、あの、ほじょ、なですね、え、しや、えっと、にゅもんしきなど、を作ったりすることもあります、例えば、uh, 建物ののですね、え、しょえについてなど。はい。そう、so, da, das war jetzt so ein, ein über über、mm、ein schnellen Überblick über unsere, unsere、mm、unsere Aktivitäten。Man könnte natürlich da,、uh, Tage erzählt. Also wir sind, wir sind oder werden im Jänner 56 Personen sein uh, und wir werden wir werden also von, von, von folgenden Unternehmen uh, Basis gefördert. うんうん、でですね、えーと1月、次の1月での、えー、と従業員数は56人になりまして、えー、次の企業、えー、や事業体によって、えー、と助成を得ています。 Wir kommen vom, vom, vom Vorarlberger Netzbetreiber, also derjenige, der das Energienetz betreibt, eine Basisförderung. Mm. Mm. Eh mm. Und wir bekommen auch vom von Energielieferanten, von den Vorarlberger Illwerke, VKW, eine Basisförderung, die auch im Besitz der Allgemeinheit sind. うんえー、でこれはあの州営の電力会社であるイル r w、えー、k w 社からも、えー、その助診を得ています。それからえと銀行、えー、ですね、これは地銀になりますけれども、まあ、小さな額をですね、えー、助成してもらっています。うん Also wenn man, wenn man unsere Entwicklung der Personen mhm. seit der Gründung anschaut, sieht man ja. das schön in diesem Diagramm, so in mhm. Wellen. Äh, mhm. Wir, wir glauben oder ich glaube einfach, dass es, mhm. dass es äh, diese Leute braucht, beziehungsweise mhm. wir sind ein kleines Land und sind, mhm. sind sehr gut besetzt. Mhm. Mhm. でえー、こちらがです、ねえー、創立以来の従業員の、えー、と数の変遷になります。えーまあ、あの波型で,です、ね、発展してきているのがわかるかと思います。えーまあ、あの小さな、えー、と州ですが、こういった人たち、えーまあ、かなり充実している方ですけれども、はいあのえー、が必要です。うんまあ、あの人たが、必要ですと。たちが、の人たちが、多くの人たちが、多くの人たちが、多くの人多くの人たちが、多くの人のが、多く Und, und wenn man also die Vollzeitequivalente, also die 100% Beschäftigung, mm -hmm. sind wir in etwa 42, da ist mm -hmm. das etwa ausgeglichen, etwas mehr Männer wie, wie Frauen. Mm -hmm. De, ,あの mm -hmm. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich, sind 75% mm -hmm. akademisch, akademisch mm -hmm. gebildet. Mm hmm. でまあ、75%がぐらいがですね、大体、大卒の経歴を持っています。は、mm、い。じゃあ、これを送ります。はい。では、この Gyomodes、えー、ね、7つの部屋に分けました。は、mm、い。で、hmm. は、uh, uh, mm、この Gyomodes ね、7つの部屋に分けました。はい。では、この Gyomodes ね、7つの部屋に分けました。はい。では、この Gyomodes ね、7つの部屋に分けました。はい。では、この Gyomodes ね、7つの部屋に分けました。はい。 えー、過去の中がのすね担当している業務、えー、従業員の数での各国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 の各の各国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 の und an der Zahl der Personen sieht man, dass die Gemeinden und die Regiobetschreibung mm. äh, am, am größten ist und und, mm. und 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 weil sie auch sehr wichtig ist und einen guten Zugang mm. zur Bevölkerung schafft. ヘン、でそれから自治体と地域に関しましては最も従業員数が大きな分部門になっています。というのはやはりこれは住民へのととつながりがですね深い、とても重要な分野だからです。Mm -hmm. Und wir haben eine kleine Bildungsabteilung, die macht zum Beispiel eben diese, diese, diese Programme für, für die Schulen und für die jungen Menschen. Mm -hmm. eh 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 mm -hmm. uh, und wir haben einen, einen Bereich Energieberatung und Gebäudetechnik, also Haustechnik. Mm -hmm. Mm -hmm. eh mm -hmm. Und uh, wir arbeiten in diesem Bereich mit der Energieberatung sehr viel mit Personen, die nicht im Energieinstitut beschäftigt sind. Mm -hmm. Also wir beauftragen, diese, wir beauftragen diese, die Arbeit zu tun. この EnergyAdvisor に関しましては、EnergyKenKyujo では、社内の Advisor、えっと、だけではなくて、主に社外の Advisor、えー、に委託して、えー、行ってもらっています。Mm? Wir haben zum Beispiel letztes Jahr, wo die Energiepreise in die Höhe gegangen sind, nicht?、Mm hmm. Und die、mm hmm. Angst, es kommt kein Gas mehr aus der Leitung、mm hmm. gestiegen ist.、Mm hmm. Uh, muss, haben wir das Zehnfache an Energieberatungen gemacht? <laughs> eh <laughs> und dann gibt es noch eine Abteilung, die sich einfach mit dem energieeffizienten Bauen und dem ökologischen Bauen beschäftigt <laughs> und da.

Und dann gibt es eben noch die Geschäftsleitung, wo diverse Stabsstellen uh, angehängt sind, vor allem eben auch die Kommunikation. Die ganze Öffentlichkeitsarbeit ist, ist sehr wichtig und, und, und wir pflegen hier ja so eine breite Palette. Ja, ja. Und dann die

24 Prozent oder eben vielleicht ein Viertel für die Betriebe, mm. Ausbildung, Besuche, mm. Coaching-Programm mm. und so weiter. Mm. Also knapp ein Drittel für die Unterstützung der Gemeinden und Städte, also diese 51 Gemeinden brauchen mm. etwa ein Drittel unserer Arbeitskapazität. Mm. <laughs> うん、それからですね、三分の一が、えっと、先ほどお話し,しました、えっと、自治体都市になりまして、51の基礎、えー、自治体に対して、えー、この、えっと、私たちの仕事の三分の一が提供されています。うん。<laughs> <話> <music> で、えーと、学校に対しては8%になっています。えーまあ、今後これは、えー、と多くなっていくものと,、えー、と思われていますし、期待されています。うん。<music> <music> Und dann arbeiten wir sozusagen für, für, das, für die Organisation Land-Varalberg mit eben mit dieser Qualitätssicherung,、uh, Wohnbauförderung,、uh, Qualitätssicherung,、uh, Energieförderungen,、uh, Studien etc. うん、うん。えー、でですね、えっ、ー、と、省に対しては、まあ12、十二の仕事が提供されているということで。えー、まあ、これは、あの、先ほど言いました助成金の、あの、品質保障ですね。えー、住宅の、あの、助成金や、それからエネルギー、えー、設備の助成金。えー、まあ、それ以外にも、調査などを行っています。うん。や、うん、お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 、 で、それ以外の残りはですね、4RB の宗教を超えて、EU とか、KUNY、これはつまり、オーストリアの KUNY になりますけれども、そちらからの仕事になります。じゃあ、これ、Pedro>、全部いくらするんでしょう Also, wir haben ein Budget von ungefähr 5,5 Millionen Euro. Das schwankt immer ein bisschen in den letzten Jahren, wird wahrscheinlich zunehmen.

Dann kommt die knappe Hälfte in etwa von, von Projektförderungen, mm -hmm. äh, die natürlich teilweise auch vom Land kommen, aber anders mm -hmm. dotiert sind. Jo -jo mm -hmm. naja, und, und der, der Rest. Äh, mm -hmm. Sind Einnahmen von, von jenen, die direkt eine Leistung von uns bekommen. Nicht? Also mhm. Äh, mhm. die Gemeinden müssen ihr Selbstbehalte zahlen mhm. oder Kursteilnehmer mhm. müssen einen, einen, einen mhm. Beitrag bezahlen mhm. oder Energieberatungen haben einen mhm. bestimmten Beitrag. Mhm. Mhm. いやで、残りはですね、代金の徴収ということになります。つまり、サービスを直接私たちから受ける人が支払う、金額になります。まあ、自治体のですね、もう一部ですね、自己負担しなければいけませんし、また、継続教育を受ける人たちのあの口座の料金であるとか、あるいは、エネルギー・アドバイザーの自己負担金であるとか、そういうこと、アドバイスへの負担金とか、そういったことになります。うんや、hier ist noch e i Uh, mm -hmm. anders gesortiert, nicht, uh, mm -hmm. also nicht nach Typ, sondern nach, nach Herkunft. Mm -hmm. ,えーと,えーと mm -hmm. Also 41, 40, gut 40% kommt praktisch von, vom Land Vorarlberg. Also hier Prozent von den Energieversorgern, 11%がエネルギー供給会社からそれからオーストリアの国とそれから EU、えー、合わせましてだいたい20%ぐらいとなりますそして残りが、えー、と直接的なサービス利用者からの収入です、mm hmm.

Äh, dann haben wir natürlich für, für, für die Organisation und für das Bürogebäude in etwa mm -hmm. knapp 10 Prozent. Mm -hmm. %ですね. mm -hmm. Genau, und, und 20 Prozent äh, mm -hmm. sozusagen Kosten für Broschüren, für Honorare mm -hmm. äh, von Energieberatern oder, oder mm -hmm. wenn jemand einen Vortrag mm -hmm. hält, also das, was mm -hmm. wir

うん、じゃあこういったサービスに対してそれはどのように評価されているのかっていう質問がありました。私、うんうん、私たちは私たちちはの作業プログラムを履行しななければなりません、うん also, we re, we re うん、で私たちの作業をです、ね、80から90ぐらいのプロジェクトに分割しています。で、毎年のです、ね、作業プログラムということをです、ね、次の年のために作って、その中には目標、対策、そして、えー、と資金が書き込まれています。うん Und, und die Bewertung ist, wie, wie erfüllen wir das? Das Kriterium erfüllen beide. Wir müssen, wir müssen mit dem Geld auskommen, ne? wir dürfen keinen Gewinn machen und keinen Verlust nicht? und sollten halt alles das äh, machen, was wir im Arbeitsprogramm versprochen haben. Mm hmm. でじゃあ何をもって評価されるかと言いますと、だからこれを履行しているということでしてまず、お金については、ま、あの儲けてもい,けないし、えっ、ー、と損失が出てもいけないということでまあ非営利で、運営するということとそれから、この作業プログラムに書いてあることを全て実施するということになります。h、mm、い。Hmm. Also, コンあの、私、経営者の上にですね、理事会っていうのがもちろんありまして。そこに、あの、九人の人が座っていまして、四人、四、一年に4回、えー、会合がありまして、そこで、えっ、ー、と、監査、えー、されます。あるいは、私の方でですね、えー、理由を立てなければいけなくなっています。<music> good It very,、um,。it's very、あの、、we have so good contact。 Ähm, äh, zu, zu, zu 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 Freunden, äh, dass ja. aus Japan, dass wir sogar eine eine Broschüre über das nachhaltige Bauen ja. in Vorarlberg ja. äh, übersetzt haben äh, ja. und ich denke mal, die gibt's ja auch. 私たちは online, <im>、それがオンラインで、最後に、日本とのですねディングが非常に盛んにありまして、そういった枠内でこちらのですねフォーワーウェク州における持続可能な建築についてのパンフレットが訳されています。こちらはオンラインで,です、ね、入手できると思わいます。<im> <im> was so ein Interesse da ist. Meine, meine Empfehlung, kopieren Sie alle Ideen, adaptieren Sie alle Maßnahmen für Ihre Bedürfnisse und vervielfachen Sie das in der Umsetzung. Mhm. うん、であのまずですね、ここであの私の発表は終わりとなりますので、ご清聴いただき、どうもありがとうございました。このようにあのご関心を持っていただきまして、とても嬉しかったです。で、私のですね、メッセージになりますけれども、す、え、べ、ー、てのアイディアをコピーしてください、えー。それを実施する上ではですね、対策はあなたの必要に合わせて適合させてください。そしてその実施を何倍にも増加させていってくださいということです。あそこ私は何倍にも増加させていってくださいということです。

えと平岡さん、えー、質疑応答よろしくお願いしますはい、えー、ブルチャワさん竹川さん、えー、様々な取り組みをご紹介いただきありがとうございますちょっとね、時間があれです,すごいコンパクトなところに詰めていただきどうもありがとうございます、えー、これより、えー、質疑応答へと移らせていただきますすで、えー、に多くの質問をいただいておりますが、えー、質問は任意であのこちらで選択させていただきますことをご了承ください はい、えー、質疑応答とセミナーのコメントを担当いただくのは、神か県立大学の准教授で NPO 法人気候ネットワークの研究員である平岡俊一さんです。えー、それでは平岡さん、あの質疑応答の方どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、そうしましたらあのここからあの進行の方、えー、っと私えー、っと平岡の方で進めさせていただきます。あの本日はあのブルチャーさんそれから竹川さん本当にあのどうも。 あの、貴重なお話、それから、えー、的確な通訳、本当にどうもありがとうございました。で、あの、非常に、あの、 えー、コンパクトにお話しいただいたわけで、えー、質疑応答の時間もですねあの結構たっぷり取れそうかなというふうに、えー、思っております。でえー、っと少しですねあの私の方からあの、まあ、コメントというか、ですねあの少し補足情報的なところをですね少し最初お話をさせていただければなというふうに思っております。で最初あの長さんはすでにもう6回あの伺っ あのエネルギー研究所の方に行かれているという話です。あので、なんですけども、私はまあそこまでの回数はないんですけども、私も2014年に初めて、えー、エネルギー研究所、ォワルベルクを訪問してから、すでに、えー、今まで3回ですねあの、訪問もさせてもらっております。で、あのー、私自身もあの今、この中間支援、エネルギーエージェンシーということに関心を持ってですね、 研究とか実践をさせてもらっているんですけども、まあそういうエネルギーエージェンシーという存在、中間支援の重要性ということを気づかされたのが、まさしくこのエネルギー研究所フォアルベルプにですね、あの2010年に伺った時が、あの本当にあの最初の機会でしたって、それ以来私もあのこういった組織本当に日本でできるといいなというふうにですね、思いながら今までさせてもらって、えー、おります。 で、オーストリアにはですね、まあ、ほぼあの、まあ、全部の州ではないんですけどもほぼあのほとんどの州にですね、こういったエネルギーエージェンシー、まあ、中間支援などをです、ね、担うような組織、まあ、これも形態は様々なんですけども、えー、存在しています。まあ前回のあの <laughs> 1> 第1回セミナーでも少ししお話をさせていたただきましたでその中でおそらく私の認識ではオーストリアの中で、えー、最も早くですね、えー、設立された、えー、エ,ネルギーあのエネルギーエージェンシーではないかなというふうに思いますそれから組織規模的にもおそ、えー、らく国内でも、えー、最も大きく、えー、そして活動もですねあの非常に先進的ということで 他のエージェンシーからもですね非常にその、えー、注目されている、えー、事業あの、どういう活動が展開されているかということで他の州の関係者からも注目を、えー、されている、それから組織の設立なんかでもです,、ね、すごくあの参考に、えー、されているという非常に影響力のですね 大きなエージェンシーなのではないのかなというふうにですね、えー、思っております。まあオーストリア自体が非常にこういうあの中間支援のですね取り組みが進んでいる国ではあるんですけどもその中で間違いなくトップクラスの、えー、中間支援組織などやなのではないかなというふうに思っております。で少しあのポ、えー、アラベルク州自体もですね非常にまあ興味深いあの地域。 なのかなっていうふうに、今日のグルチャーさんのお話の中にもいくつか出てきましたけども、まあ、現在もですね、あの人口が増え続けている小さな州ではあるんですけども、そして、えー、今日もご紹介ありました、 環境配慮型のですね、建築業ではですね、もう本当に世界をですね、今おそらくリードしているですね、えー、地域なのかなというふうに思っております。そして、えー、気候エネルギー以外、脱炭素の以外で、他の分野でも、いわゆるその持続可能な地域づくりが非常に、それからと市民参加、えー、住民参加ですね、こういった取り組みも非常に周、えー、内ですね、活発に 取り組みが、えー、展開されています。で私たちもあの滝川さんにいくつかの地域っていうのを見せていただき、あの連れて行っていただきますけども、す、え、で、ー、に過疎、えー、化とかですね、人口減少っていうものをですね、まあ、脱却、えー、人口が増え始めて、食え、増えるようになっている、それから若者が、えー 人口が増えているというふうな農産村ですね、多数見られる、えー、そういった取り組み、あの、地域でですね、市民参加型、住民参加型のですね、地域づくりが本当に活発に展開されているというふうなところなんかもですね、非常にあの興味深くですね、あの、私たち、えー、今まで学ばせていただいてます。まあ、そういった意味で本当にその、 今の日本がですね、抱えているいろんな課題なんかをですね、えー、クリアしていく上で、本当に参考になる部分が、あの、脱炭素だけではなく、様々な分野でですね、参考になる地域なのかなというふうに、えー、思っております。はい。ということでですね、ここから、あのー、質疑応答の方に進ませていただければなというふうに思います。で、えー、今日、本当にありがたいことに、たくさんですね、参加者、えー ご参加いただいておりまして、質問もですね、えー、今もうすでに多数来ております。で、本当に、えー、ご参加の皆さんの関心分野も本当に多様ですので、えー、もう本当に様々な側面から、えー、質問、あの、が出ております。えー、ま、すべてに、あの、お答えしきることはちょっと今日、あの、おそらくできないと思います。その点は、あらかじめご、ご了承いただければな、というふうに思っております。えー、ではですね、 あの早速質問の方をあをさせていただければと思うんですけどもまずあのこのエネルギー研究所フォアルベルクが最初設立された、えーまあ、きっかけというか経緯のところをですねもう少しあの詳しくあのお聞かせいただければなというふうに思っております。あのどういった方方々々主体組織ののがですね、えー、この エネルギー研究所、まあ、こういう組織が必要なんじゃないかであの作っていこう、まあ、どういう経緯、経緯議論で,です、ね、この組織が出来上がっていったかということについてまずあのブリッチャーさんご存知の範囲で結構ですので、えー、教えていただければと思います。 Also, Herr Burcia, jetzt haben wir viele Fragen. Die erste Frage geht mhm. es um die Gründungsgeschichte. Sie haben schon ein bisschen erwähnt. Könnten Sie noch ein bisschen detaillierter sagen? Wie ist das Energieinstitut gegründet? Was für Diskussion hat es vorher gegeben? Welche äh, ähm, ja, Organisationen oder Personen äh, haben das initiiert und diskutiert und äh, ja, schlussendlich das realisiert. Also wie gesagt, es war einfach die Notwendigkeit da, dass die, dass äh, wir, wir sind ja konservativ äh, regiert worden mhm. damals äh, äh, und, und der Erfolg der grünen Partei hat Druck auf die, auf die regierende Partei gemacht, ne? die konservative mhm. Partei. Mhm. Äh, und dann gab es, und das war ja in, das war in Österreich äh, überall so. Nicht? Und dann gab okay. es die, äh, die eine Variante, äh, okay. die Energieversorger sollen die, okay. sollen die äh, okay. Energieberatung der Bevölkerung okay. übernehmen. Okay. Ähm, und die, ein, die andere Variante okay. war in Vorarlberg, da hat der okay. Energieversorger gesagt, okay. äh, wir sind nicht glaubwürdig, wir können nicht okay. auf der einen Seite Strom verkaufen okay. Und, okay. und gleichzeitig Energieeffizienz predigen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und äh, mm -hmm. ja. ちょっと途中でですね、あのえー、と切っていただきまして、途中まであの翻訳します。えー、それは当時ですね、本当に必要なことだったわけです。当時の、えー、フォアルベルクというのは保守派政党だったんですが、えー、それが、えー、と緑の党の、えー、と大統によりまして、えー、と保守派政党にですね、えー、と圧力がかかりました。これはオーストリア、どこでもそうだったわけなんですけども、その時にですね、2、えー、つ,つの道がありました。一つの選択肢と としてはエネルギー、えー、と供給会社の方でエネルギーアドバイスを行っていくということが1つの道、2つの目の道がフォアルベルクの道ですけれども、えー、この時にエネルギー、えーとえーえー、供給会社、まあ、電力会社になりますけれども、えー、の方でですね私たちがエネルギーアドバイスするっていうのはちょっと信憑性がないんではないのか、エネルギーを売る人が省エネについてですね、えーとえー、推進していくっていうのは、えー、と信憑性がないのではないかという話になりました。ん weiter. <laughs> ah, und, 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 und nicht die Energie, glaubwürdig, und, und, genau. Also, Sie nicht glaubwürdig und dann ist der, in Vorarlberg äh, der Weg entschieden worden, wir, wir gründen eine eigene Organisation, wo äh, die, praktisch die Allgemeinheit, das Land Vorarlberg und die Energieversorger Geld hineingeben. Ne? Deshalb mhm. haben wir auch einen jetzt immer geringer werdenden, aber früher war ja war die Basisförderung das einzige Geld, das das Energieinstitut gehabt hat. Mhm. Also man hat eine eigene, eigene Organisation gegründet, wo, mhm. äh, wo halt die, die Geldgeber sozusagen ähm, Mitglieder waren bei dem mhm. Verein und natürlich mhm. auch die Sozialpartnerschaften, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, mhm. Äh, mhm. Landwirtschaftskammer ja, ja. Ähm, und, und mhm. verschiedene Organisationen. Die haben mhm. sich praktisch äh, waren Mitglieder, bezahlen Klar, einen ja. kleinen Beitrag an Mitgliedschaften, ja, ja. Ja, ja, ja. aber das große Geld ist von der Energieversorgung und vom Land weg. ですからあの、フォアルベルク州としましては、えー、独自の組織を設立するということがに決められたわけです。でそこに対して、まあ、あのこれは河野手、つまりこれはフォアルベルク州と、えー、州営の電力会社になりますけれども、そこが、えー、とベース、えー、助成金を出して、えー、それを資金、えー、とするということで、今ではその資金の割合は少なくなっていますけれども、当初はこれが資金の全部だったわけです。ま、えー、またこのメンバー、えー、つまり えー、NPO 協会のメンバーがあって、そこがお金を出すという形になっていますけれども、そのメンバーにはこれらの出資者以外にも、えー、とメンバーがありまして、その中の社会的なパートナーとしまして、労働者、えー、会議所であるとか、経済会議所、えー、それから、えー、と農業会議所、こういったところも参加してまして、小さなあの会費というものは彼らも払っています。うんあうんあ das, das haben wir keine Einnahmen keine mhm. weiteren Einnahmen gehabt nicht? und dann mhm. ist aber die Notwendigkeit gekommen dass mhm. wir Fachleute zu uns mhm. hereinziehen müssen und mhm. nicht nur äh, Veranstaltungen machen und mhm. Diskussionen machen und, mhm. äh, sondern wir sind gezwungen worden mhm. zu, zu Fachkapazität aufzubauen ja. Zu den einzelnen Themen, vor allem ja, ja, damals ja. im Gebäudebereich. Mhm, mhm, mhm. でですねまあ、初めはですから、全く収入がなかったわけなんですけれども、えーまあえー、これは時とともにです、ね、やはりあの必要性ですねあの、専門家を雇用する必要性というものが出てきたわけですというのも、あのえー、いつもです、ね、イベントとかです、ね、議論ばっかりしてても何も始まらないということで、えー、やはり時とともに、えーえー、専門家のです、ね、能力を育てて、そしてそれを内部化していかなければいけないということで、さまざ、あ、まなテーマがありますけどその当時はやはり建物の分野でですね、専門家。 Ja, und, und dann ist das einfach sozusagen gewachsen und wir haben äh, andere Geldquellen, andere äh, Förderschienen äh, erschlossen ähm, und, 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 und dann ist praktisch der erste Schub an Personen gekommen, ne? immer noch schwerpunktmäßig Gebäude, bis dann äh, Ende 90er Jahre äh, mhm. die... Der Aufbau dieses Gemeindeprogrammes äh, mhm. stattgefunden hat. Ne? Mhm. でこのようにあの専門家を、えー、雇用できるようになることによって、さまざ、あ、まなあの助成金、えー、それ以外の助成金のですね、ゲ、えームを引,引っ張ってこれるようになりまして、えー、そしてあのえと人材が増えていったわけなんですが、えー、まあ当時はそれでもやはり重点が建物分野でした。それが90年代なんですけれども、その90年代の終わりには、ただ、えー、とその先ほど申しました、自治体のプログラムというものが始まります。うん Ähm, ist, ist in Vorarlberg ein Schwerpunkt zu, zu, zum Thema Sanierung äh, mhm. aufgerufen worden? Da hat, es, da hat es Fördermittel gegeben, da hat es Werbekampagnen gegeben, mhm. da sind, die, da sind die, mhm. die, die Kooperation mit den Betrieben entstanden. Mhm. Äh, da haben wir äh, Handwerksausstellungen gemacht, mhm. äh, damit, damit einfach äh, im Gebäudebereich, im Sanierungsbereich mhm. äh, sozusagen auch was passiert und nicht nur. Neue Energiesparhäuser mhm. gebaut werden. Mhm. でそれがですね、えー、と2000年代に入ってきますと、改修ですね、特にゼロゼロ年前後になりますけれども、改修への助成に非常に力がいられるようになりまして、助成金、それからさまざまな広告広報、それからその枠内でさまざまな職人企業とのコーペレーションというものも始まりまして、えーまあえー、と展示会なども行ったりですねしました。まあ、その中で、あのえー、と新築だけではなくって、改、え、修、ー、における省エネを進めていくということにですね、 重点が置かれるようになりました。うん。五十年あるね、ええ、いん、いん、いん、で、ギシヒテ。それ、ひ、ファイター。ええ、あ、オッケー。でも、uh, 今、この also, <laughs>。え、グリーンの、え、グリーンの、い、グリーンの、い、ス、ス、ス。いや、ですから、今、あの、設立の話をしてて、設立十五年ぐらい、メモ、な、で、いったんですけれども。何分、三十五年の歴史がありますんで、ここ、ここら辺までにしておきますか。 <laughs> はい、ありがとうございます。おそらくもう <laughs> あのこれまでの歴史で本と本が多分 <laughs> 一冊あの出来上がるんじゃないかな。プロあリシングプロポリシングプロポリシングプ 特にその最初の段階で、そういう,こう州政府をはじめとして、さまざまな地域の,あの組織、機関をこう巻き込んでいって、組織を設立されたという点は、でこれ、日本ではこれから中間支援組織、エネルギーエージェンシーを作ってまあ行かなければならないような状況を考える上でものすごく参考になるお話かなというふうに思ったんですけども、これ、具体的にど,どなた、どういう方がこ、こいろんな方々をこう巻き込んでいったとっいうか、つないで、うんうん Mm -hmm. ]まあ, mm -hmm. mm -hmm. also äh, sie haben ja erzählt dass das land und auch energieversorger und verschiedene sozialpartner und organisationen dabei war bei der Gründung des institutes er findet das sehr wichtige aspekt auch für, äh, für Japan äh, aber wer hat diese das koordiniert überhaupt dass diese verschiedenen Organisationen zusammengebracht? Also, da hat, da, es eine, eine, da, mhm. da hat es einen, einen, einen ähm, der Chef der Wirtschaftsabteilung vom Land von mhm. und der, der sozusagen der zweite Geschäftsführer, der Ernst Schwald. das waren zwei Personen, die sich gut verstanden haben: Das Ernst Schwald vom Energieinstitut und der Wirtschaftslandesrat sozusagen, mhm. die, haben, die haben dieses. Fundament äh, ausgeknobelt und 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 in, auf die, in, sozusagen zu Wege gebracht, nicht? Natürlich unter Billigung unter Billigung der großen Geldgeber Land und und Vorarlberg. Mhm. Da hat, äh, mhm. Auch bei den Energieversorger hat es einen Menschen gegeben, der mhm. der mhm. einfach weitergedacht hat äh, mhm. als wie nur wie, wir sind wir. Mhm. Also, Herr Ernst also das Vorarlberg. muss das muss der Ernst Schwald auf der einen Seite, nicht? Und das da, ist der Geschäftsführer da, von Energieinstitut. Das war der zweite Geschäftsführer vom zweite. Energieinstitut. Ja. Der war der das ist auch auf diesem Schwarz-Weiß-Bild. Ähm, ah, okay. Ich habe ein, ein Schwarz-Weiß-Bild drin. Also diese von Konstellationen sind erst nachher entstanden. Hat, ja, die sind, die sind, das ist zwei, drei Jahre, der okay. Ernst Schwald war nicht lange, das ist zwei, in, in den ersten zwei, drei Jahren. Mhm. Äh, wo es denn ausgebaut worden ist, nicht? Mm -hmm, mm -hmm. Wer genau, wer genau gesagt hat, wir okay. machen einen Energiesparverein? Gekommen. <laughs> で私自身がですね、設立の4年後に入ったものですから、当時、あの厳密に誰がじゃあこの NPO 協会を作ろうって言ったのかはわかりません。えー、ただ、この形態にはですね、設立後2、3年ぐらいの間をかけてあの、えー、と成長していった,たわけなんですけ充実されていったわけなんですけども、えー、その際にやはり当時の、えーとえー、経済担当大臣ですね、これは州の大臣になります、えー、の人、そ、え、れ、ー それから、えー、とエルンスト・シュワルさんというです、ねとえー、エネルギー研究所の2番目の、えー、と経営者になった人、この2人がです、ね、あの力を合わせて基盤を作っていったという、えー、と背景がありますが、もちろんあのそ,のそれらはすべ、えー、て州やあの州のエネルギー、えー、と供給会社というあのお金を出す側のです、ねえー、と意思を反映させて、えー、と行われていきました。はい 続いて、ですねあのおそらくあのこれも質問の中にあのいくつか出ておりましてこれも日本でこれから作る上では非常にあの皆さん関心があるところでお金の部分であの、えー、と先ほどのお話の中にも基盤女性というところだとプロジェクトの、えー、と収入というか女性というあの2タイプのものがあったんですがこれあの確認をさせていただきたいんですけど基盤女性っていうのは、まあ 特に使途、使い道なんかが定められてなくて、主にこう人件費とか組織の基盤的なところに使えるあの助成金で,で、プロジェクトっていうのは、もう具体的な事業別の。

Und zweite ist der Projektforderung äh, geschrieben gewesen. Und äh, zum mhm. Verständnis, äh, dass das Basisforderung ist der zweckoffenen äh, Fordergeld genau. wie zum Personal oder einfach äh, ja. Äh, und dann Projektforderung ist gebundene Mittel für bestimmte Projekte. Stimmt das? So? Das ist richtig, ja. Und, so, so das ist das richtig. Und, und, ja, und, und, und es ist ja so, dass wir auch EU-Förderung bekommen nicht? Oder, oder Bundesförderung, die mm. nie 100% ist, ja? sondern immer nur mm. ja, je ja. nachdem 60%, 70%, 80%, mm. Prozent hängt ganz mm. davon ab, welches Programm mm. und was für eine Institution wir sind. Nicht? Und mm. dazu verwenden wir praktisch zur Aufstockung der 100% mm. verwenden wir auch diese Basisförderung. Da mm. sind wir also flexibel. Mm. Da muss ich. いや、だ、もし、もし、ない、ふらげね。だ、もし、もし、ない、ふらげ。で、っていうのはですね。例えば、あの、イーとか、の、国からの助成金。え、出てきますけど、これは100%の助成金なんてことありませんから。まあ、あの、六十から80%出たとしても、残りはやっぱり自分で出さなければいけないわけです。と、例えば、その資金に、え、このベース、基盤、え、助成金というのを使ったりすることもできるという、とてもフレキシブルなものとなっています。ライダーセス、ディーセーセスフード プロポース女性というのは、私たちの組織のせい成長と並行して増えているわけではありません。私たちの成長は、他の分野からの収入を増やすことによって、実現できたことでありまして、えー、基礎助成金は増えていません。 Also, es hat Zeiten gegeben, wo das 100% war, äh, mm. lange Zeit äh, 40% mm. und jetzt sind wir bei was nicht, 25 vielleicht oder so was, oder 27 der Größen. Uh, uh, okay. mm -hmm. De, bei der Basis, okay. Bei der Basis, genau. In der Zeit war es 100%, aber es war auch 100%, wenn die Basis-José-Kinde in ist es 40%, die basis josé hat. 非常にあの興味深かったんですけどもそのあの特にこれやっぱり日本ではそういう,こういわゆる基盤助成的なものっていうのがですねなかなかこう,、あのー、こう自治体とかからもらうのが非常に難しい状況に、えー、あるっていうのが今日本で、まあ、そうただそこがやっぱり非常に重要な部分になってくるのかなというふうに思うんですけどもこれをその州とかからですね継続的にその基盤助成とかをもらって、うん あのまあ、もらい続けるというかそういうのをあの出してもらい続けるためにはですね、うん、えっとまあ先ほどあの評価を受けているというふうなお話だったんですけども、うん、やはりそのーとの間にですねそういうこう、まあやえー、とそのまあこういった取り組みを進めるというふうなお互いにこう合意したその目標、えー、評価の項目とかをこう決めて、うんうん、でそれをこうクリアして まあしていくことによって、そういったものを継続的にこうあのあの基盤女性をこうもらい続けるというふうな、まあ、そういうふうなこう州都の何か約束事というか、合意みたいなものがあるという理解でよろしかったでしょうか。 Also äh, diese Basisforderung findet er sehr wichtig auch für Japan, aber sehr auch anspruchsvoll, äh, so etwas äh, dauerhaft zu bekommen. Und äh, eben Sie haben jetzt seit 35 Jahren <laughs> das bekommen von der äh, Land äh, und auch Landesversorger. Also für das äh, gibt es diese Bewertungskriterien, was Sie ja vorgestellt haben, denke ich mal. Also äh, diese äh, Kriterien schauen Sie jedes Jahr mit Land äh, zusammen und sind Land auch äh, einverstanden mit dem Inhalt und Sie müssen das immer erfüllen, damit dass Sie das Geld bekommen. Hat er richtig verstanden? Oder? Also wir machen jetzt äh, die letzten drei Wochen schon, nicht? und die nächsten zwei ja. auch noch, äh, <laughs> machen wir eben dieses, dieses ja. Budget mit ja. dem Arbeitsprogramm. Da, ja. da gibt es natürlich viele Projekte. Die, mhm. die mhm. weitergeführt werden. Nicht? Die mhm. ja. Energieberatung äh, ja. wird weitergehen und die ja. Qualitätssicherung wird weitergehen ja. und viele gehen ja. weiter und ein paar ja. werden neu dazukommen. Ja. Und, mhm. und das Weitergehen ist ja. relativ einfach äh, ja. Ja. abzustimmen. Nicht? Äh, das, was dazukommt, ist ja. dann immer eine etwas größere Diskussion. Ne? Mhm. Mhm. Vor, allem, vor allem, weil wir, weil wir halt. Also, wir machen alles das. Äh, ja. Vielleicht, dass Sie zuerst übersetzen. Ja, äh, der. 過去のです、ねえー、と3週間、それからこれからの2週間にかけて、あの今、来,えー、来年の予算とです、ね、作業プログラム、これはあの、えーとえー、先ほどの、えー、と講演の中でありましたけれども、えー、を策定しているところになります。多くのプロジェクトは、えー、と毎年継続しているプロジェクトですので、例えばエネルギーアドバイスとか、えー、助成金の品質保証とかいったことは継続、引き継いで,です、ね、あの何年にかにもわたって、えー、と基盤助成,を得れる、えー、助成を得るものとなっていますので、それについては問題はないんです。 Eh ,あの,あの,えっと mm -hmm. Also wir, wir machen, wir machen all das, was was nicht sonst nicht in der Wirtschaft passiert, mm -hmm. nicht. Uh, mm -hmm. yeah, yeah. Und manchmal und alles, sobald irgendetwas uh, Gewinnbringend wäre oder Geld bringen würde mm -hmm. yeah. und das draußen uh, von 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 anderen Personen erstellt oder gemacht mhm. werden kann, müssen wir, müssen wir uns da zurückziehen, nicht? weil wir gefördert werden mhm. äh, mit dem Steuergeld, das der andere durch seine Arbeit verdient. Also da, das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung. Mhm. Mhm. De, 私たちの行うサービスというのは、一般の市場において、経済的には行えないことを私たちがやるという立場になりますので、一般の市場で他の普通の方たちが収益を出しながら行えるような作業については、それは取りやめなければならないということになりますというのは、税金でお金をもらってです、ね、やっていることとなりますのでというのが、一つ難しい点となります。うん Also vielleicht ein Beispiel. Jetzt, jetzt haben wir gerade diskutiert, es, es hat ein, ein EU-Programm gegeben, äh, mhm. wo regionale äh, Verköstigung von, von, von Kindern in, in Gemeinden äh, gefördert mhm. hat. Dass, dass da frisch gekocht wird, dass mhm. sie einen Bezug zur, zur Nahrung bekommen, dass regionale mhm. Produkte äh, mhm. gekommen werden. Und hat, die Kollegin hat das, hat das gemacht. Und jetzt ist das EU-Programm fertig. Jetzt ja. hat sie Know-how. Alle sagen, das wäre gut, dass es ja. das gäbe. Äh, niemand pflegt das weiter. Äh, das Thema Ernährung ja. Hat auch, ist ja auch ein Energiethema, ist ja auch ein Umweltschutzthema. Nicht? Also ja. Äh, steckt ja viel CO2-Emissionen äh, ja. drin. Nicht? Äh, wer, wer macht das? Nicht? Wer, ja. wer kümmert sich jetzt, dass andere Gemeinden auch in dieses ja. Code... In dieses Coaching-Programm hineinkommen, damit sie das ja. wieder nicht neu erfinden müssen. Mhm. Ja? Und, und da haben wir halt diskutiert: darf, darf das das Energieinstitut machen? Ist das noch in seinem Portfolio? Das ist mhm. immer so ein bisschen, wir kommen ja. immer ein bisschen an die Grenze. Nicht? Mhm. Standardprodukte sind okay, aber große Diskussionen gibt es bei, bei anderen Dingen, die wichtig wären, aber eben mhm. nicht passieren, wenn halt mhm. niemand das koordiniert, managt und mhm. so weiter. Mhm. Mhm. で例えば一つの事例になりますけれども、これまで,です、ね、EU のプログラムで、えーとまあ、地域の食材を使った自治体による給食の提供というのがあったんですけれども、それは終了しまして、その担当者はとても多くのノウハウを持っていますし、いるんですけれども、これは継続される予定がありません、で非常に誰もがいいことだと思ってい,ているけれども、誰もそれを継続してくれない。でも、えー、と食というのは CO2 排出量を大量にしていますので、環境的にも非常に重要なテーマです。えー、じゃあ、そういったあの状態において、そのコーチングプログラム、自治体に対するコーチングプログラムというのをこのエネルギー研究所の中でですね、えっ、ー、と誰も行わないので、えっ、ー、と提供していく。 提供していくっていうあの、このポートフォリオの中に残していくっていう予定になっています。で、えー、すのであの、重要なテーマだけれども、他の機関とか組織が行えないというようなところをですね、あのなんかうまく、えー、とや,やって、えー、実施していくっていうようなあの感じになっています。なん、え、大丈夫ですかはいあ、ありがとうございます。はい えっと、そうしましたらですね、もう少しちょっと今度、個別テーマの方のお話をお聞きしていきたいなというふうに思うんですけども、うん、あのご質問、あの質問の中でですね、結構、あの交通部門のですね、あの取り組みについてですね、あの質問が結構あの出てきておりまして、あのー オーストリアでも結構この交通部門に関してはいろいろご苦労されているっていうふうには私たちも聞いているんですけどもあの、まあ、ちょっとあの、えー、大きな質問になっちゃうんですけど簡単にそのまあコアルベルク州とかのですね交通部門の今のその状況とですね でそれからあの、それに対してこうあのエネルギー研究所としてですね今、どういう具体的な取り組み、アプローチをですねあの力入れて取り組まれているかというあたりについて少しご,はんあのご紹介いただけますでしょうか。うんうん Also, ein bisschen eine, großen, äh, große, eine große Frage äh, bezüglich Mobilitätsfrage. Äh, ähm, ähm, also, könnten Sie ganz grob äh, äh, skizzieren, wie äh, Mobilitätsprobleme in Vorarlberg aussehen, also Probleme oder auch Lösungen? Und was äh, trägt das äh, äh, also Energieinstitut dazu bei? Mit welchen hm. Projekten? Hm. Richtig erkannt, Mobilität ist die größte Herausforderung. Ja. Äh, alle, anderen, alle anderen Sektoren ja. bleiben gleich ja, bzw. spezifisch ja. äh, äh, werden es besser, die Industrie, nicht? die Gebäude, Energieverbrauchswerte gehen hinunter, CO2 ja. auch, aber im Mobilitätsbereich ist ein, ja. ist ein Problem. Ja. Da gibt es 私、うん、やね、でまずあ、途中で訳させていただきますけど、あの交通分野やというのは、やはり、あの正しくですね、えー、言われたように、一番大きなチャレンジとなっていますし、問題となっています。それ以外の分野では、ましようや、量はまああは、とどまっていたり、下がっていたりですね、します、え、たてとかでは CO2 も消費量も減っていますしー、さんぎょでもですね、よくなってきています。うん。 Player sozusagen. Nicht? Also, es ist das Energieinstitut nicht das einzige, da gibt es viele. Äh, Vorarlberg, in Vorarlberg wohnen äh, 70 oder 80 Prozent an einer guten, an einer guten äh, Bahnlinie. Ne? Also, das, das Rheintal und das Walgau ist durch eine, durch eine zweispurige Bahnlinie erschlossen mit einem Viertelstundentakt. Äh, das ist nicht überall so. Ne? Äh, und dieser dieser öffentliche Verkehr ist mm -hmm. von der Bahnlinie her in den letzten 30 Jahren, seit der Zitobin dramatisch an, angestiegen nicht? Äh, mm -hmm. und, und, und der Taktverkehr verbessert worden. Mm -hmm. Gleichzeitig right. gibt es natürlich auch die Erschließung dieser mm -hmm. Talschaften mit, mm -hmm. mit Bussen. Äh, und ja. da gibt es auch eine Vorgabe, mm -hmm. dass also die Dörfer mindestens mm -hmm. bis 18 Uhr im Stundentakt erschlossen werden können. Mm -hmm. でえー、とまず、ですね、えーまあ、あのフォーアルベルク州に,における交通というのは、さまざ、あ、まなプレイヤーが参加している分野になります、エネルギー研究所だけではありません。えー、まず、公共交通の充実になりますけれども、だいたいラインの谷ですね、えーまあ、えっと70から80%ぐらいがの地域ですごく公共交通の便が良くなっていまして、日本の,あのえっと線路が通っていまして、15分おきにですね、えー 接続がなされていますそして、こういった公共交通の接続というのは、過去30年間において、劇的に改善されまして山岳地帯において、も農村バスで、ですね各村が大体18時ぐらいまでは毎時に、ですね少なくとも1時間に1本は接続されるようになっています。と、これが今、e t 間に1時間に1本は接続されるようになっています。t この問題は、 Ja, bis nach Hause, wie fahre ich da? Und da sind halt wir, Synergien zu aktiv in Kampagnenarbeit und Konzeptarbeit für Rad-, für Rad und Fußgängerverkehr. Also Radfahren und Fußgänger, da unterstützen wir Gemeinden, gerade über das E5-Programm, was man, was man hier machen kann. Aber parallel dazu läuft natürlich, dazu läuft natürlich der öffentliche Verkehr, Bus, das hat also mit uns. ですから、まあ、エネルギー研究所が関わってきているのは、ですね、えー、最後のマイルと言われるですね駅から、あるいは停留所から家までというところになるわけですけど、これに関しまして、さまざまなキャンペーンを行ったりとか、えー、自治体に対して自治体が自転車コンセプトや、えー、徒歩のコンセプトを、えー、E5 の自治体、E5 プログラムに参加している自治体になりますけれども、えー、策定する際にアドバイスするということは行なを行っています。まあ ]あの, mm -hmm. Und wir machen fürs Land Vorarlberg zum Beispiel eben um, die Kampagne der Mobilwoche. Ne? Da, der öffentliche Verkehr. Mm -hmm. äh, da gibt es eine ermäßigte Karte, wir machen die Pressekonferenz, wir machen die Abschlussveranstaltungen, wir sind auf der Dornbirner Messe, wir unterstützen da das dass das weil die, die Kapazitäten in der Organisation Land sind einfach nicht da ne? die sind einfach nicht da und das wird das wird an uns ausgelagert mm -hmm. Mm -hmm. 公共交通を推進するキャンペーンのウィークになるんですけれども、それを委託して行っています。州の方ではキャパシティがありませんので、アウトソーシングで私たちの方に委託されているわけなんですけれども、その州の間には割引されたチケットであるとか、さまざまなメッセージの展示であるとか、それから記者会見であるとかですね、そういったことを行っています。お、だ Der Grund dort, was eben ist, dort, eben ist, äh, sehr teuer. Nicht? Im, Im Schrägen ja. kann man ja nicht, ja. kann man ja schwer ja. bauen. Nicht? Und die ja. Betriebe ja. brauchen viel Fläche nicht? Und, ja. und, und eine Fläche davon sind Parkplätze. Ja. Äh, und, und die großen, die großen Betriebe bemühen sich ja. äh, eben nicht möglichst viele mit öffentlichen Mitteln ja. oder mit dem Fahrrad, ja. dass sie anders zu Fahrgemeinschaften zu, zum Arbeiten kommen, äh, wie, wie eben und da gibt wie eben hat mit dem Auto, wo es keinen Platz gibt und da, da sind sie sehr aktiv die Betriebe und da gibt es einen Austausch von uns und und dann machen wir halt Kampagnen und eine Toolbox und was sie was alles da gibt, dass das eben immer mehr und mehr äh, umgesetzt werden kann. Aber schwierig ein schwieriges Thema ein schwieriges Thema. <laughs> まあまあどちらにしても非常に難しいテーマではあるんですけれども、あの企業、特に大手の企業になりますけれども、えー、に関しましては、やはり、えーとえーえー、自動車を使わない。えー えー、通勤方法というものの促進が行われてまして、そこに対して私たちも、えー、アドバイスとかサポートを行っています、えー、企業間での、えーとえー、交流であるとか、それからツールボックス、キャンペーンなどを行っておりますというのも、やはりあの企業が立地している多日というのは土地が非常に高いですので、えー、そ,のそこを駐車場に使うのではなくって、えーまあ、できる限り駐車場が少なくていいように、えー、自転車とかですね、あるいは共同体で乗ってきてもらうとか、えー、そういったことを促進しています。うん Also nur, ja. nur, nur, vielleicht nur eine Ergänzung. Nicht? Ja. Es gibt, sieben, sieben, es gibt glaub, mindestens sieben, acht Jahre. Mhm. Also die, 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 die Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr mhm. Kost, mhm. kostet einen Euro pro, pro Tag. Mhm. Also 365 mhm. Euro oder inzwischen kostet sie 385. Mhm. Und da kann ich alles benutzen. Nicht? Und um 100 mhm. Euro kann ich mein Fahrrad mitnehmen, mhm. äh, überall ein ganzes Jahr lang und In damit komme ich im auch. öffentlichen Verkehr und da, mhm. damit komme ich an 80% Prozent der, mhm. der Fläche komme ich hin, wenn ich, mhm. wenn ich will und wenn ich noch ein E-Bike mhm. habe oder dann fahre ich mhm. noch ein bisschen einen Hügel auf. Ne? Mhm. Also das ist das ist möglich. Mhm. Ne? Mhm. でそれでフォアルベルク州ではですね78年前から公共交通の年間定期券というものを1日に1ユーロという価格で販売していますので、えーまあ、あの1年で365ユーロですべての公共交通が乗れる、まあ、今385ユーロになっていますけれどもなってますでさらに加えてこの公共交通に自転車を100ユーロ追加すればですね1年中乗せることができるということでこれを使うと大体、州度の80%ぐらいはどこにでも行けますし、まあ 電気アシスト自転車でしたらば、まあ、丘の上まで行けるということです。以上補足でした、はい、ありがとうございましたあの、まあ。ちょっとこれは私の感想でもあるんですけども、あの私もフォワルベルク州にあの行った際に、本当に公共交通が本当便利だったっていうのが、もう本当印象的でしたあの。本当にどんな田舎の村に行くにも1時間1本ちゃんとバスが走っていて、でこういろんなバスをあのちゃんとダイヤ設定がうまくされていて、こう乗り換えて。 いろんなところ行けてそ、それからまあ鉄道、バスを乗り継いでも同じチケットで回れるっていう、本当にあのーユーザーのことをちゃんと考えたですねあのシステムがあの構築されていて、もう本当にあの辺りも日本にとっては本当に参考になる点が大きかったなというふうふに思っています。は<ん> <laughs> はいえー、とではですね 続いて、ですね今度はちょっと建築の関係でですね、うん、こちらも本当にたくさんあのご質問いただいているんですけども、うん、まずあのフォアルベルク州では非常にその環境配慮型というか、まあ、エコ建築それから省エネ建築がですね あの最初に私もコメントさせていただいたんですけど、まあ、世界を今、まあ、リードしているようなあの状況にあるかなというふうに思うんですけれども、エネルギー研究所として、ですねこういうあの建築あの、環境配慮型の建築産業のですね活性化とかあの発展の中で、ですねあのどういうふうなこう役割、取り組みをですねあのされているのかということについて、ですねまずあの教えていただければと思います。うん Also äh, die dritte Frage geht es um äh, Architektur oder Bauen. Vorarlberg ist sehr bekannt für ökologisches und äh, energieeffizientes Bauen. Ist äh, sicher ein äh, großes Vorbild äh, in Europa oder auch in der Welt. Äh, welche Rolle hat äh, Energieinstitut äh, Vorarlberg äh, dabei gespielt? Ähm, ähm, ja um äh, dieses ökologisches oder energieeffizientes Bauen in Vorberg äh, voranzutreiben. Und äh, was machen Sie heute dafür? Also anfänglich war es, das Bauen ist ja oder das Planen ist ja das, die Aufgabe des Architekten. Wir haben, wir haben dazu geliefert, äh, was ist energiesparend? Wie geht das? Mhm. Äh, welche feinheiten muss man beachten, mhm. damit das geht? das interessiert mhm. eigentlich den architekten mhm. wenig bis nichts nicht, ne? <laughs> äh, äh, aber er hat sich dann um die werte zu erreichen. Hat er sich, haben sie sich die planer bemüht, das zu erreichen? Mhm. Mhm. Äh, und, und da haben wir immer mehr oder weniger das begleitet. und immer mhm. wenn wir energiesparendes bauen propagieren, mhm. schauen wir, dass das auch entsprechend formal schön ist nicht? und mm -hmm. nicht nur sparen, Nicht, Es gibt mm -hmm. ja fürchterlich schirche Energiesparen, die heißen, nicht, ne? <laughs> äh, äh, okay. die, die, Also wir schauen halt dazu, dass wir, dass wir das ja. Thema einfach mitnehmen und ja, immer ja. wieder und immer wieder zum Thema Holzbau zurückkehren, zum Thema ja. Lehmbau, ja, äh, ja. Weil, weil Betonieren können ja. Sie gut, nicht? Da, da müssen wir ja. Ihnen keine Tipps mehr geben. Also, wir ja, schauen halt, dass diese okay. Details passen ja, und, ja, und, 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 und das halt aufbereiten. Und, und, und mal jetzt eh in dieser Broschüre, mhm. da nimmt man schöne Beispiele, die eben auch ökologisch sind. Und wir liefern zum Beispiel für die Gemeinden ja. ein Servicepaket, ja, wo ja. wir dieses Thema Energie ja, ja. Energieverbrauch, ähm, ja. wo sie das bei uns bestellen können. Ja, ja. Mhm. でまあ、あの当時はですね、やはりあの建設、建築というのは建築家の課題というか役割です、社会的に見て。で,で,、まあ、でも彼らはあんまりその省エネとか当初はですねあの興味持っていませんでしたので、私たちの方から省エネを。 えと実験するにはこういう細部が大事なんですよ注意しなきゃいけないんですよということをですね、えー、教えるアドバイスすることから始めました、えー、そ,しそれによって、まあ、あの建築家としましてもやはりあの、えー、と満たさなければいけない数値がありましたのでそれを数値を達成するためにあの頑張ってそれを私たちが同伴するというような形で、えーっとえー、まずですね、えー 活性化発展させていったわけなんですけどその際にやはりその、えっと、良質な事例を,、えーをえーまあ、候補するわけなんですけれども、まあ、省エネ住宅でもあの最悪なデザインのものもありますので、えー、素晴らしいデザインのものをですねやはり建築的にも素晴らしい形のものをえー です、ね、用いて、えー、と行きました、えー、また、えー、まあコンクリート、えー、とかそういった素材については何も私たちの方から発信することは発信しなくても十分に情報はありますけれども新しい木造建築であるとか、半築や粘土の建築といったことについては、えー、まだあの皆さんの知識が当時は少なかったですのでそういったことも情報の提供というものをあの、えー、と常にですね行ってきました。で、えー、ですので さまざ、あ、まな出版物において、えー、まあ美しいです、ね、エコロジカルなあの建築というものをです、ねえー、の認識というものを広めていったということがあります。で同時に自治体に対しましては、エネルギー研究所としまして、サービスパッケージですね、えー、これを、えー、と提供していまして、省エネ、えー、度の高いです、ね、建物を、えー、と作ることき、えー、のです、ね、同伴を提供しています。ん あえっとあの、えっと、具体的にこの建築とかであの,の関係でこうなんていうんですかねこう連携してるというか働きかけているような、えー、団体とかですねネットワーク組織っていうのはフォアロベルク州でいうとこうどういうふうな組織があるんでしょうか Also Sie haben sicher bezüglich Architektur oder bauen auch Ihre Partnerorganisationen in Vorarlberg. Was für Organisationen gibt es konkret so? Oder Architektenverband oder so Sachen? Oder ist das es, es, gibt, es gibt eine Es gibt das Vorarlberger Architekturinstitut, VAI, mhm. nicht? Mhm. Die kümmern sich um, 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 um formale Sachen, um Austausch mhm. mit den Architekten. Und mit denen, das ist eine Person vom VAI, sitzt bei uns im Vorstand. Aha, okay. äh, und, äh, und wir haben das eine oder andere gemeinsame äh, Programm miteinander. Wir machen seit oh, zehn oder zwölf Jahren die sogenannte Energielounge, die machen wir mit dem VAI, Vorarlberg Architektierinstitut, immer gemeinsam. Und da kommen jährlich, Größenordnung, 250 bis 300 Personen. Ins, ja. in, in, in entsprechende Räumlichkeiten also, mhm. Mhm. Aber Sie haben auch mit der Wohnbauorganisation zu tun oder das auch? Wir haben Wohnbau. wir, wir unterstützen die auch die gemeinnützigen Wohnbauten nicht? mit mhm. Projekten äh, mhm. und, und haben jetzt gerade zufällig eine Sanierung ein großes Sanierungsprojekt mhm. Äh, mhm. in Bearbeitung ja? mhm. でえー、と連携している団体としましては、あのえー、と理事会にも参加しているのが、フォーアルベルクの研建築研究所になります。まあ、あのこちらはあの主に建築の専門としている研究所になるんですが、えー、建築家への窓口というような存在になっていまして、えー、まあ理事会、理事になっての1人が参加しているんですが、この10から12年の間、エネルギーラウンジというイベントを共同で開催していまして、えー、まあ年に250から300人ぐらいの参加者があります。 その他かに、まあ、こちらも理事会にも参加してるんですけれども、公益、えーとけんえー、集合住宅の建設団体、えー、との関係もあります、えー、そこでの、えー、集合住宅の改修の、えー、とアドバイスなどもしています。 ありがとうございました。えー、続いての質問にあの行かせていただければと思います。うん、あの、エネルギー研究所法アルベルクで非常にまあ力を入れておられるのが自治体に対する支援ということで、ここもあの日本は非常にこれから重要な分野になってくるというふうに、えー、考えてあのいるんですけども、 ポアルベルクの,あの自治体がですね、今こういうあのエネルギー自立、脱炭素の取り組みを進む上で、どういった点がこう自治体の中で課題になっているのかっていうことと、それからそのエネルギー研究所として、そういった自治体への支援っていうところで非常にまあ重視されていることとか、力を入れておられる点などについて教えていただけますでしょうか。 Die vierte Frage geht, handelt sich um äh, Gemeinden oder Unterstützung für die Gemeinden. Ähm, also, äh, die geme fünf Gemeinden oder die Gemeinden, die energieautonom werden möchten oder äh, klimaneutral werden möchten oder müssen. Äh, welche äh, Herausforderungen haben Sie heutzutage und äh, wie unterstützen Sie, um diese Herausforderung zu lösen? Also die Gemeinden müssen für sich äh, energieautonom werden bzw. möglichst wenig CO2 emittieren ja. äh, für ihre Gebäude, für ihren Fuhrpark. Äh, das, ist, das ist die eine Herausforderung. Und zweitens müssen sie Rahmenbedingungen und, und Empfehlungen für die dort ansässige Bevölkerung und Betriebe ja. unternehmen, dass die was ja. tun. Nicht? Das ist schwieriger als wie die eigenen Gebäude. Und für die eigenen Gebäude oder für die für die eigene ja für den eigenen Bereich unterstützen sie wir mit einer Energiebuchhaltung, dass sie die Energie aufzeichnen. Wir unterstützen sie mit mit einem Austausch, wie macht wer was? Nicht wie kommt wie kommt die eine Gemeinde zum Ziel? Also dass da ein Austausch stattfindet. Es, es, wir, wir regen an dass bestimmte äh, unterstützungsprogramme für gemeinden es ist ja so dass, dass bei uns gemeinden relativ wenig steuer einnehmen können und wenn sie mhm. geld bekommen geht das über die, über die umlage übers land äh, mhm. und kriegt da bekommt die gemeinde geld da, da arbeiten wir zusammen, dass sie einen höheren Beitrag äh, bekommen, wenn sie energiesparend, mm -hmm. ökologisch bauen. Mm -hmm. äh, mm -hmm. ja, und wir unterstützen sie mit vielen kommunikativen Maßnahmen. Nicht? Also mm -hmm. die bekommen schöne Bilder, die bekommen Argumentationslisten, mm -hmm. die bekommen ja, ja. Leitfäden, wie man das macht. Mm -hmm. äh, es wird für eine Gemeinde erstellt ein, und dann wird es eben für mm -hmm. alle anderen verteilt. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Kreuz, und, kreuz, und quer durch, kreuz und quer durch die Thematik mhm. von den mhm. von Anschaffungen für den Bauhof bis hin zu wie wie plane ich einen Radweg richtig. Mhm. Mhm. でまあ、2つの分野に分けられるんですけれども、まあ、自治体としてまずあの自治体の、えーとえー、持っている公共建築それからまああの公共用車の CO2 を減らしていくっていうことがまず CO2 を減らしていく。 ということができる限り減らしていくということがまず1つなんですけれども、それからもうちょっと難しくなる、よりチャレンジな部分は、自治体に立地している企業やそこに住んでいる住民に対して、そちらの方面にちゃんと向かっていくように仕向けていくということになるんですけど、1つ目につきましては、やはりエネルギー収支ですね。の 帳簿をつけること、えー、これを、えーとまあ、あのサポートしたりですね、えー、自治体間のあの、えー、での経験の交換、えー、というものを推進して、えー、実際に実施していますし、えー、またあの、えー、自治体に対して、まああのえー、エコロジカルで省エネ、えー 性能の高ければ高いもの高い建物を作れば作るほどですねよ,より高い助成金が収えー、から出るように働きかけていますし、えー、またさまざなあの広報活動においても、えー、住民に対する、えー、論点であるとか写真であるとか、えー、とさまざまなですね手引きであるとかそういったツールの提供というものも、えー、もちろん行っていますこれに関しましてはありとあらゆるですねツールえー、と自転車道の作り方からえー、と作業所のですね管理とかそういったこと Eh ,あの, eh 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 mm -hmm. Vielleicht noch eine Ergänzung: uh, Wir fragen die Gemeinde auch, was sie brauchen, uh, und, und dann versuchen wir da etwas zu liefern oder schauen dazu, dass sie das bekommt von jemand anderem, der das eben kann, und das wird dann nachher ver äh, zu weiter zur Verfügung gestellt. Genau, genau. Ja, 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 ja. ですから、えーと初め、先ほど言いましたように、自治体に対して私,の方から何私たちの方から何を必要としているんですかというふうに、えー、と問いかけることもしています。えー、でその問いかけに対して、えー、と必要なものを、えー、提供していく、あるいはそれがない場合には、まああのえー、と提供するしたりと作ったりとかです、ね、他のでそれができるところから、えー、と手入手したりしてで、そしてその自治体が、えー、と得たものを他の自治体にも広めていくというです、ね、やり方をしています。うん ありがとうございます。非常にあの、えー、と大事な取り組みなのかなと。で、おそらくもう自治体の数が非常にフォアルベルクも多い、あのー、と思います。で、その地域ごとに多分抱えている課題とかも非常に違う中で、それをこう綿密にそういうニーズとか課題をか、あのー、把握されていらっしゃるのかなと思うんですけども、こういうあの自治体とのコミュニケーションをしっかり取るためにはですあ、ために、まあ、どういう取り組みというかですね、こう例えば、 あのなあのな何回もです、ね、頻繁にその研究所の担当職員が自治体を回ってです、ね、あのこうニーズを聞き取るとかです、ね、どういう,こう自治体と密なコミュニケーションとか課題の把握とかをあのされるためにどういう,こう取り組みをされてらっしゃるか少しちょっと教えていただけますか。うんうんうん Also, äh, damit äh, das findet er sehr wichtig, was sie erzählt haben, dass äh, weil äh, sie müssen schon wissen, was wirklich Gemeinden wollen oder brauchen, äh, und das heißt, sie müssen oder ihre Mitarbeiter müssen häufig äh, irgendwie mit Gemeinden oder ähm, ähm, ja, ihr fünf Gemeinden äh, kommunizieren. Oder ich weiß, er weiß es nicht. Also, wie, wie machen Sie das? Wie kommunizieren Sie mit Gemeinden? Gehen äh, die Mitarbeiter jedes Jahr alle Gemeinden vorbei, um zu hören, was sie brauchen? Oder? Das ist so: wir haben ähm, ungefähr eine Person betreut sechs mhm. bis acht mhm. Gemeinden, je nachdem, wie groß das sie sind. Mhm. Und da gibt es natürlich immer, da, gibt's ein, da wird ein Plan erarbeitet, was, was in, den nächsten, in der nächsten Periode gemacht wird. Und, und dieser Plan wird gemeinsam erstellt und dann geht der Betreuer, der Gemeindebetreuer, regelmäßig hin und sagt: Ist das weitergegangen? Warum ist das nicht weitergegangen? Was fehlt euch? Das ist die, das ist die Gemeindebetreuung. Und aus diesem aus diesem Feedback kommt heraus, die Gemeinde braucht das, die Gemeinde braucht was anderes. Gleichzeitig gibt es auch Veranstaltungen, wo, wo, wo die Gemeinden eingeladen werden. Äh, zum Beispiel Elektrofahrzeuge im Bauhof. Ne? Ist ein Thema bei uns. Wie geht das? Was kostet das? Wie, wo kriege ich das? Und, und so weiter. Ne? Da wird gemeinsam eingeladen, weil das, weil das einfach Bedarf ist. Das erkennt, das erkennt der Koordinator und und, und dann macht ein Angebot. Mhm. Und die Gemeinden kommen ja alle drei Jahre zur Zertifizierung. Also, die, die ja, müssen, ja. Die müssen äh, einen ja. Katalog erfüllen und nach ja. diesem Katalog werden sie bewertet. Nicht? Und ja, ja. das ist natürlich auch eine Begleitung und dann stellt man ja. fest, ja. Äh, so viele Punkte mhm. und so, so eine Auszeichnung. Mhm. Mhm. でまずですね私たちのところでは1人の自治体、えーえー、分野の職員、えー、で6から8の、まあ、自治体のお世話をしています。これはあの自治体の大きさにもよります。えー、でそれぞれの自治体で、えー、次の期間ですね、認証期間の、えー、計画というものがあの策定されていくわけなんですけれども、あのその後実施においてもですね、この、えー 世話役、えー、という人があの、えー、と自治体各自治体についていまして、その人たちが、えー、定期的にあの自治体を訪問して、えー、何か問題があるときにはどうして問題があるのか、何が足りないのかといったことをです、ねえー、と吸い上げてフィードバックとして、えー、こちらに戻してきます。えーでえー っていうのがまず一つの、えー、と路線ですでまた、えーと、その中で、えーまあ、多くの自治体が共通で持っている課題、えー、と認識したものについてですね、この世話役の人が、えーときえー、認識したものについては、イベント化してですね、えー、自治体を招いて、これはすべての自治体を招いて、それに関しての情報を提供する。例えば、えー、と自治体の作業所での、えー、と電気、えーえー 電気モーター車両とかですね、どういったものがあって、どれぐらい威かがしてとかって、そういった情報、誰もが興味を持つことですので、そういったことをイベントとして提供したりもしています。そして最終的には3年に1回、再認証が行われますので、その中でその、えっと、対策項目のカタログの中でどれぐらいが実際に実施されていて、それがポイント化されるということで、それもですねあの同伴プロセスとなっております。うん はい、ありがとうございました。あの、もう、えっ、ー、と、終了予定なの時間がもうあっという間に迫 <laughs> っておりまして、えー、ご質問いただいたですね、内容、まだまだ全然、あの、裁ききれてないということで、あのー、 えっと、ご質問できなかったものがかなりあって、本当にあの申し訳ないんですけどもあの、ご質問いただいた皆さん、あの何卒ご容赦いただければと思います。で、最後にですね、ブルチャーさんにですね、あのまあ、あの日本のですねこの今、中間支援、それから脱炭素、エネルギー自立の取り組みをこう進めていきたいということで、今日も関心持って、これだけたくさんの方、多くの方にご参加いただいたんですけども、えー、ぜひこう日,本日本のですね、 あの参加者へのですね何かメッセージなどがありましたら、ですね最後にいただきたいのと、まあと、なんかもしお話足りなかったこと、補足されておきたいこととか、もしあれば、最後にですね、あのー、あのまとめてですねお話しいただければと思います。いかかがでしょうか Genau, äh, das äh, ist äh, die letzte Frage, beziehungsweise ja, äh, wir haben so viele Fragen bekommen und wir können gar nicht äh, alle beantworten. Äh, deshalb äh, wollen wir zum Schlusswort von Ihnen äh, übergehen. Und äh, jetzt sind so viele zahlreiche Leute als Zuhörer mit, äh, an diesem Webinar teilgenommen, äh, die für Energieagenturen in Japan interessieren oder Energieautonomie oder den Karbonisierung der Regionen interessieren. Ähm, haben Sie äh, Ihr Statement oder noch äh, Message oder irgendetwas, die Sie noch sagen wollen, dann haben Sie jetzt Zeit. Tja, äh, ein hm. Angebot, wenn es noch wirklich Fragen gibt, wenn hm. ich die schriftlich bekomme, kann ich sie auch noch beantworten. Es hm. müsste allerdings schnell sein, weil ich, oder sonst hm. muss es mein Kollege machen, also das mache ich gerne. <laughs> Statement ist, äh, es, braucht, es braucht Personen, Leute, äh, die, die begleiten, die da zuschauen, die das lenken äh, und das kontinuierlich und nicht nur dann, wenn es brennt. Äh, man, muss, man muss, so wie halt bei einem Segelschiff, muss man eine bestimmte Mannschaft haben, die dann parat ist, wenn Wind ist. Mhm dann kann ich die nicht erst wecken, sondern die muss da sein, wenn, wenn die Segel gesetzt werden. Und das ist halt manchmal vielleicht zu einer Zeit, wo man es nicht damit rechnet. Also man muss parat sein und das kostet eben auch Geld. Also es, es ist leider so, nicht? Ein, ein, äh, ein Auto, das verkauft wird, da sind wahrscheinlich 20 Marketingkosten oben. Nicht? Und die werden eingesetzt, damit das nächste Auto gekauft wird. Mhm. Die, eingesparte Kilowattstunde, mhm. die eingesparte Kilowattstunde hat das nicht. nicht? Das muss, das muss anderswo herkommen, damit Werbung gemacht werden kann für die eingesparte Kilowattstunde oder für, für die Effizienz oder für die Maßnahmen. Ne? Und mhm. ich glaube, es wird, es wird auch eine Mischung sein zwischen, zwischen Förderung und. und, 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 und gesetzlichen Maßnahmen, nicht? also alles auf freiwilliger Basis, das mhm. ist da sind mhm. wir am, am Ende meines, meines Erachtens. Ja. Also das mein ist bleiben ist, Sie, bleiben Sie bleiben Sie bleiben Sie einfach dran, kontinuierlich dranbleiben. Ja. Mhm. Und und der Weg wird noch steil genug werden und er wird, wird anstrengender werden, weil nun die Personen mhm. ähm, äh, tun müssen, die nicht so gerne tun. Okay. Äh, ich habe mit dem Marketing nicht so verstanden, mit 20 Marketing. Ähm, ah. Aber <laughs> soll ich das? <laughs> ja, sind los. Also ist das so nicht. Es gibt, es gibt Branchen, äh, wo, wo, wo wahnsinnig schöne Broschüren gemacht werden können, ja, ja. Äh, wo, wo, wo Werbung ah, okay. gemacht werden kann, ja. weil das Produkt eben diesem, diese Kosten ja. sozusagen ja. abwirft. Und die ja, verwendet ja. werden für, mhm. für die Präsenz. Nicht? Ja, ja. Das, das ist beim, beim, bei der eingesparten Kilowattstunde eben mhm. nicht okay. so. Nicht? Ja, okay. das, ist das, das ist das Dilemma. Mhm. Ich würde ja, auch ]ちょっと... gerne schöne Broschüren machen, nicht? <laughs> okay. nur Feld hat das Geld dazu. <laughs> まととめながらですすね、えー、とお話ししたいと思い思ますまずはじめにですね、えー、今週いっぱいで彼はあの定年退職するんですけどそれまでにですねあの彼に対してえっと質問がある人はえっと直接していただければ返事するとおっしゃっていますが今週中じゃないと無理だそうです。<laughs> で、えー、と次ですけどステートメントになりますけれどもやはりあのこういったあのエネルギー大転換を行っていくためにはですねまずあの人が必要です。そのひ人なんですけれども もえー、その人がたち、えーまあのチームによって、えーまあ、活動する人々、まあ、社会を、えー、と同伴してそしてちゃんとあの見て、えー、制御していってあげる人たち、えー、それをあのそのなんか火事場の、えー、時だけではなくてですね継続的にあのやる人たちっていうのが必要になるわけです。で えーまあ、だからそれは一種の船に例えられるわけなんですけれども、ちゃんとあの風が吹いているときに補船を誘導できるようにするためには、常にそのえっとチームが待機している必要があるわけです。あの風が吹いてからあの作るのでは遅いチームを作るので遅いわけです。えー、ですので、そういったあのチームが必要な準備しておくことが必要なんですけれども、それにはあのお金が必要です。えー、で まあ自動車ならば、それはまあ20%マーケティングコストとしてえ価格に上乗せできるわけなんですけれども、節約するキロワット時に対してそれを行うことはできないっていうのが現状です。ですので、ああ将来はえとまあえと助成金というのがまず一つと、それからえと法的なあの規制による対策っていうものが必ずえと両方、そのミックスになります。自発的な対策ではこの課題を解決することはできません。 えー、ということで、あの皆さんに,、えー、に対しましてはです、ね、ぜひです、ねえー、今後も継続的にあのこの課題に取り組んでいってください、えー。これからますます厳しくなると思います。なぜなら、えー、これからはです、ねえー、そういったことを行うのが嫌な人、この人たちを巻き込んでいかなければならないからです。以上です はい、ありがとうございました。あの、最初に出てくた人が大事という点がですね、もう本当にこれは日本のこれからの取り組みにおいても本当にもう確実にあの大事になることなのかなというふうにですね、思っております。で、あの、もうまさしくその人口40万人という地域で、あの、 50人という職員数が、あの、の、まあ、専門家チームでですね、あの、を作られてですね、そして、あの、地域に、こう、様々いろんなところに入り込まれて支援をされているというところですね。まあ、なかなかすぐに日本でこれが真似できるかっていうと、まあ、簡単ではないんですけども、やはりそういう、 あのエネルギー研究所、それからブルチャーさんがですね、重視されている点というところを、私たちとしてもぜひ見習ってですね、まあ、少しでもこう、これから近づいていけるようにですねあの、取り組んでいかなければならないのかなというふうにですね、改めてあの思ったところです。えー、はいあの、最後になりますけど、本当に今日うはすべてのです、ね、ご質問、あの答えきれずに、本当にあの何卒ご容赦いただければなというふうに思います。えー、そしてあの本当に、えー、ご退職間近 このような時間を作っていただきですね、きちんと話をしていただきました、Burchasan。それから、あのー、もう毎度なんですけども、本当に、えー、ハードなですね、ツヤク、テキカクニですね、今回も、あのー、わかりやすくですね、ツヤクでいただいて、Takiwa さん、本当に今日はあ,のありがとうございました。ganz herzlichen Dank, HerrBurchas, für Ihren interessanten Vortrag. Wir dürfen jetzt ausklinken. ganz herzlichen Dank. Bitte schön, gerne, alles Gute! はいありがとうございましたそしたたそらあのこの後ですね、少しこの後のです、ね、あの次回、第3回とかのですねご紹介とかについて、えー、と気候ネットワークの豊田さんの方からちょっとご紹介をいただきたいなというふうに思いますはい、えー、ブリチャ社長、竹谷さん、平岡さん、どうもありがとうございました。 またたくさんの方にですね今回ご質問をいただいたにもかかわらずあの時間の関係でお答えすることができなかったこともありましたがあのいくつかのことは私たちが執筆している書籍などもです、ね、合わせてご覧いただくとオーストリアのエネルギー自立やあの持続可能な地域づくりに関する背景とか仕組みなどについてあの理解をする手助けになるのではないかなと思いますのであのちょっと字、えー、が。あの ガネインスイなところがありますがあの書籍の紹介も少し今チャットの方に入れさせていただきますので関心ある方はぜひご覧いただけたらと思っています、えー、またですねあのこのセミナー全3回の連続セミナーとして開催をしておりまして次回第3回セミナーのご案内もさせていただきたいと思います 次回第3回のセミナーは、日本での脱炭素地域を支える中間支援組織づくりの可能性というテーマで、11月7日火曜日の13時半から15時15分の予定をしております。日本での脱炭素地域を支える中間支援組織づくりということですので、国内のです、ね、京都、長野、高知、滋賀などでの取り組みの事例の紹介と、 今後の課題や展望について検討していく予定ですので、ぜひともご参加をいただければと思います。えー、なおですね、今日含めこの連続ウェビナーの様子、こちらはアーカイブとして、キコネットワークのイベントページから YouTube で視聴できるようになっていますので、もしあの参加が難しいという方や見逃した方はですね、そちらからご覧をいただけたらと思っております。 それから、の他のイベントのご案内ということになりますが、あの11月19日にはですね、あの4年ぶりになる市民地域共同発電所全国フォーラムというものをですね、京都の龍谷大学で開催をする予定です。あの地域での気候エネルギー政策や再エネによる地域づくり、こういったものに関心ある方にぜひご参加をいただきたいイベントになっておりますので、対面、それからオンラインでも参加が可能になっていますので、またご関心ある方は、気候ネットワークのホームページからも、 ご参加をいただけたらと、確認をいただけたら嬉しく思います。えー、以上で、ですね気候ネットワークからのお知らせとさせていただきたいと思います。今後もですねこういったセミナーの開催であるとか、直接的な地域づくりの支援を進めていきますので、そのほか何かありましたら遠慮なくお声がけください。どううもありがとうございました はい、えー、皆さんどうもありがとうございました、えー、本日時間が足りませんでしたがまた機会があればですね市民の意識の変化やまあ、市民参加が活発した出来事など違う視点で取り組みやアプローチをまた伺えたらなと思います、えー、本当に長時間お付き合いありがとうございますはい、えー、それではですね続きまして主催者より、えー、お知らせをしまして終了とさせていただきます まず、ウェビナー終了後のズーム画面及びメールにて、アンケートフォームを送信させていただきます。今後の参考とさせていただきたいので、皆様ご回答に協力のほどお願いいたします、はい。次にですね、気候ネットワークさんの方から連続セミナーについてです。先ほどのご案内にもありました通り、次回は2週間後、11月7日火曜日13時半よりお送りします。 詳細は気候ネットワークのホームページをご覧ください最後に SJS からご案内を二つ差し上げたいと思いますまず次回の SJS ウェビナーは2024年1月末を予定しています講師には昨年に持続可能な建築の考え方と実践のテーマで講演いただいたスイスの建築家ペーター・シュルヒさんが再登場します 今回は世界でも厳格な住宅エネルギー基準を持つスイスで実践されている持続可能なリノベーション事例,ン事例などを解説いただきます詳細が決まり次第ホームページやメールにてご案内差し上げますどうぞお楽しみに、はい、続きまして SJS より参助会員についてのご案内です持続可能な社会づくりへのささやかな貢献を目的とした当交流ウェビナーは 今回で無事8回目を迎えることができました。これまでのこのウェビナーの参加者の方々はもちろん、共産者や講師からのご支援を賜り、運営の方が続けられてきました。このたび、ウェビナーによってもたらされる交流をさらに広げ、この会自体の持続可能な運営を行うため、新たに参助会員制度を設けることとなりました。会員特典として 毎回の、えー、ウェビナー参加はもちろん、えー、過去のウェビナーを含め全シリーズの視聴をお好きなときに行っていただけます。えー、さらに、えー、来年の秋に向けてオーストリアをメインとした持続可能な社会づくりに取り組む地域や企業を訪問する、えー、会員向けの視察旅行も計画しています。えー、持続可能な社会づくりを横断テーマ 横断的なテーマで取り組む当会にご関心をいただける方はぜひホームページをご覧いただき入会をご検討くださいはい、お知らせは以上ですはい、本日はですね大変長い時間お付き合いいただき誠にありがとうございますそれではこれにてウェビナー地域のエネルギー自立を支える支援組織エネルギー研究所はア,アールベルクを終了させていただきます 次回のウェビナーもどうぞお楽しみにまたお会いしましょう。さようなら。